これはそうですね。皆様大変お待たせいたしました。本日のメインイベントに行きたいと思います。今回負けてしまいました打足さん&みーちゃん起立。事故だわ。いやもうペア決まっね、決まった時からもうね。そうです、皆さんに全てをですね、まあ、委ねた結果これです。この試合はもう決まってたよね、はい、打足さん本当だ、部長かもしれませんけども、うん、ご起立をお願いいたします。うん、あら、うん、いや、黙って、はい、どうしても立ち上げない、どうしても立ち上げない。そんな打足さんのためにですね、今回はなんと特別にあるアイテムを用意しているということでございます、うん、なのでちょっとこちらを持ってきていただきたいなと思います。では妖精さんにお願いしたいと思います。妖精さん、アイテムをお願いします。はい、こちら、ニコニコ超会議発表会でも、皆様おなじみ脳波を感知して動く猫耳でございます。普通にで爆ゲームをやっても面白くないということで、今回特別にご用意させていただきました。お二人ご装着をお願いいたします。いや美味しいな二人とも。これここでさあさあっつって負けてキャーキャー言われるんだもんな。美味しいですね。美味しいな。はい、これ脳波を感知して動く猫耳なので、いろいろと線がついてるんですね、うん、その線をしっかりとつけていただいて、そして横にあるスイッチをつけた後に押していただくと、あっ、すんごいパンチ。はい、ちなみにこちらの、猫耳なんですけども、まあ、この情報だけあれば大丈夫かなと思います。興奮するとピンとなります。はい、はい、現在ですね、みーちゃんの方は接続完了しました。で、打足さんの方も接続完了でございます。さあ、ということで、罰ゲームの方に入っていきたいと思うんですが、一体どんな罰ゲームをしていこうかなと思うんですけども、なんかいいアイデアとかってありますかね、皆さんね。おお、罰ゲームのちょっとなんか急いだら、こんなところに大きなポッキーが。せっかくなんで、サイヤさん開けていただいてもよろしいでしょうか、はい、こちら。そんな大役を私がやっていいんですか。もちろんです。今回大きくゲームを進行していただいたので、はい、一体何が起こるのか。どうすんだそれを、どうすんだよ。さあ、大きなポッキーが今、うん、開封されない。ちょっと待って。さあ、こんな可愛い女子からポッキーを受け取る気持ちはどうですか、タソクさん。あ、すごい大きい。でかっ。すごい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 ね、これ。太くて長いよ、すごい。すごいな、これ。すごいよ、これ。これさ、はい、食えんのじゃん。いや、わかる。結構量あるよ。これ何するんですか。これはですね、何するか聞きますか。本当細かく説明しますけど、いいんですか。食べちゃう、食べちゃう、食べちゃう、食べちゃう。まずは、加えます。あ、ただですね、やっぱり僕はそういうあの罰ゲームはしっかり見たいので、カメラさんこちらにいますので、しっかりこちらに立っていただきましてね、はい、お互い向き合いまして、はい、そしてチョコついてる方どっちが好きですかね。チョコついてる方、ついてない方、はい、これ先に加えた方が有利ですよね、割と。あの後から来る方が恥ずかしいですもんね。そこはね、若いお二人にお任せします。でも俺はそう考えます。さあ、ということで、このね、もじもじした空気も皆様お楽しみください。だから、俺が先加えてるから、脱足さんが向かってくる方で。一緒に来いよ、俺一人でこれ食べれねえよ、こんなの。行けよ。甘いの嫌いなんだよ。俺もだよ。みーちゃんが今、行けよって。じゃあ、まずは加えるところから行ってみますか。みーちゃん、インしました。ちょっと待って、ちょっと待って。これね、ちょっと目がしんどい。皆さん、耳の動きにも注目。え、これ行くんすか。はよはよ、これもうパートやったら終わるから。顔太っちゃうよ、こうだよ、こうこう。あー、すごい。あ、すごい、すごい。あ、すごい。ということで、
お二人ともお味の方はいかがでしょうか。粉っぽい。なんか粉っぽい。はい。でもうまい。うまい。打足さん。あ、やっぱグリコさんは最高です。ということでありがとうございました。さけたん。今真ん中でその罰ゲーム見てましたけどどうでしたか。いやいいね、こういう風になんか見てるっていうのは。まあ前回僕やられましたからね。ね、うん、はい、まあ綺麗にね切り抜かれて動画が上がっておりましたけども。そうですね。はい、一体今回はどういう感じになってくるのでしょうか。ということで耳はですね最後までつけていただいて。おみーちゃん興奮してますか。今ピーンになってますけど。これは集中してるんだね。はい、ということでお二人とも座ってください。ありがとうございます。はい、よしよし、どうぞどうぞ。はい、打足さん不機嫌な感じになってますか。大丈夫ですか。もう全然最高です。